このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はエジプシャンマウのイシスはマシュマロボディで甘えん坊ということでね、エジプシャンマウというちょっと珍しい猫ちゃんなんですけれどもね、どうでしょう、すごく綺麗な柄ですよね。古代エジプトの壁画に描かれてるぐらいような、そんな見た目しているんですけれどもね。で、エジプシャンマウの性格って本来繊細で人見知りをするとかって言ってるんですけれども、いきなりお腹を出してアピールしてましたし、ね、お腹を触ってもなんかじゃれてる感じで怒ったりとかするわけではなく、本当に人懐っこい子ですよね。で、やっぱね、このマシュマロボディっていうのはね、やっぱ猫兄さん大好きですので、ね、モフモフしたくなりますね。とっても可愛いですわ、この子。今回のお店は大阪梅田から一駅、阪急十三駅近くにある保護猫カフェ、猫の木さんです。ね、猫の木さんはね、やっぱレスキューをしているということもあって、まあこういったブランド猫っていうんですかね、そういった猫ちゃんもいっぱいいてますね。プロフィールを見ると、飼育放棄ってあったので、一度捨てられてる子なんですけれどもね、こうやって人のことが大好きになってるっていうのは、本当はすごいですよね。見てください、この顔。ねえ、もうほんとイケメンですよね。かわいいなあ。どこ行くのかな、膝の上に乗ってくれたりするのかな、どうでしょうかね。あ、違うか、どっか行っちゃうのか。で、視線の先にはね、白猫ちゃんがいるんですけれどもね、今白猫ちゃんがまばたきしたの分かりますかね。猫ちゃん同士って目が合うと瞬きをして、私敵いないよみたいな感じでやったりするのでね、もし猫ちゃんと目が合った時っていうのは瞬きしてあげてくださいね。そしたらね、猫ちゃんの警戒も少し緩むので。でもなんか興味持ってますね。どうでしょうか、ちょっとずつ近づいていって。あ、だって誰か来ましたね。なんかタヌキみたいな尻尾の子なんですけれども、とっても可愛いですよね。で、なんかとことこと、入り口の方に行ってますけれども、ちょっと隣で座ってみましょうかね。触らせてはくれるけども、なんかあんまりですか、そんなに甘えたりは今してこないんですけれどもね。次の瞬間、膝の上に乗ってきてくれたんですよね。どうでしょうかね、ほんと甘えん坊さんですよね、この子ね。こんなね、綺麗な子が膝の上に乗ってきてくれてね、本当にね、猫兄さん幸せですよ、本当。どうでしょう、本当に、ね、癒されますよね、こういう子はね。結構ね、手触りもいいんですよね、エジプシャンマウっていうのね、やっぱね。すごく穏やかな表情になってますよね。かわいい。猫を吸ってみたいと思います。じゃあね、猫兄さんのことをふんふんしてますね、匂ってくれて。本当に幸せ、癒されてますわ。あー、かわいいな。はい、今日の動画は以上です。ここ猫カフェ、猫の木さんでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければお願いします。